どうも皆さん、こんにちは。キュウです。今回はですね、クラッシュオブクランのクラン戦ありますね。クラン戦でですね、タウンホール8から始められる、星2を確実に取る方法というのをご紹介していきたいと思います。やっぱり、トロフィークランのですね、総トロフィー数がやっぱ1万5000とか超えてくると、やはり敵クランに、タウンホール10がもう8、まあ、6個7個あってもおかしくない状況が結構あるので、そこの中でやっぱ星1だときついので、星2確実に取る方法っていうのをご紹介していきたいと思います。早速見ていきましょう。はい、こちらのリプレイになります。ですね、まずは、援軍のホグライダーで、中にあるですね、クランの城から釣り出すという感じになるんですけども、まあ、ここでちょっとレイジ打ったんですけど、まあ、ここヒーリングの方がいいですね。そして援軍を釣り出すことに成功しました。はい。そしてアーチャーで援軍を釣り出すと。はい。そしてちょっとここでウィザードで処理しようと思ったんですけどね。ここでちょっと2体死んでしまいましたね。ちょっとはい。はい。まあそこで、ゴーレムを投入しました。ゴーレムを、端にね、投入して、ここターゲットを捉えたところでウィザードをどんどん投入していきます。はい、そうですね。そしてサイドカットが終わりましたら、ペッカを3体投入しました。これがゴアイプの基本ですね。そしてウィザードをどんどん投入していってっていう感じですね。そしてアーチャークイーン、このアーチャークイーンがすごいいい役割をしてくれましたね。はい。そしてここでバーバーキンがいるんですけども、ここでアイアンフィストを使った理由というのは、まあちょっと隠しテスラの攻撃がペッカに2倍になっちゃうんで、まあなるべく早く壊したいなってことでアイアンフィストを使いました。そしてアーチャークイーンほんと強いですね。もうほんと遠距離攻撃やばいっす。そしてアーチャークイーンとかもろもろがですね、中に侵入していったんですけれども、ほとんどゴーレムがターゲットになってくれてますね。ここでこのアーチャークイーンが破壊してくれて、アーチャークイーンがどんどんね、中のものを壊してくれるという感じになっております。いや、もうすごい攻撃力と、いや素晴らしいですね。ここでペッカと何でしたっけ、ババキン先輩がちょっと死ぬんですけども、はい、ここでもうアーチャークイーンとババキンがもうほぼ死ぬ、はい、死んでしまいましたね。まあ、あとはゴーレムが一匹残って、まあ、ずっと攻撃を受け続け、まあ、この時点で、まあ、50% 取ってたんで、まあ、別にいいんですけども。ゴーレム硬いですね。はい。こんな感じで星2を取りましたね。このパーティーの、やっぱり、肝となるのは、やはりホグライダーで援軍を釣ること。それが、やっぱり、前提条件になってくるかなと思います。タウンホール9相手にすると、やっぱその村全体が大きいので、もう、フィールドをいっぱいに使ったその防衛となってくるので、やはりホグライダーで中に侵入していって、援軍を釣ると。そして、ゴーレムを2体出して、ターゲットを取らせた後にウィザード。そして、サイドカットが済んだら、ペッカという感じです。そして、まあ、ペッカと同じぐらいに、まあ、ババキンとアチャクイかなって感じですね。まあ、今回ちょっと呪文をですね、もっとヒーリングトレイジもう一個ずつ積ん、ちょっとめんどくさくて、ちょっと行っちゃえみたいな感じになっちゃったんですけど、積んでたらもっと、まあ 70% ぐらいはいけないかな。まあでも結構いい感じに、100% は無理だと思いますね、この編成だと。やはり、相当余ってますからね。これは、中に侵入していって、確実にタウンホールを壊すという戦法でした。ご視聴ありがとうございました。